こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。川崎市宮前区の皆様に仏壇処分のご説明をいたします。当店で供養処分でお預かりした仏壇や仏具など、こちらはお寺の住職様にお願いしまして、このような形で供養祭を執り行いご供養しております。お坊さんの収支のご指定はできませんが、宗派を超えて真心を込めて丁寧にご供養を執り行わせていただいております。また、神棚や神具など、こちらは、神社の神主様にお願いしまして最高祭を執り行っております。このように、供養祭や最高祭を執り行いましてご供養が終わりますと、お預かりしたすべての品物は礼拝物から廃棄物となり、廃棄物処理法の対象となりますので、法律にのっとり適切に処理をしております。ありがとうございます。